Hello and welcome back. さて、今日はどうしようか? To the BTPHD plays Amnesia Memories. It's day 6 of dealing with Shin and his sass. So what are we gonna do today? シンは予備校の補習だって言ってたし、バイトは休養日らしいし、散歩にでも行く? Seems fine. Tapping. あれ、チャイムの音。お客さんかな? Not that I knew. あ、トーマだ! もう一人女の子がいるけど、誰だろう? やあ、ちょっとだけ久しぶり! Look at how cute and spunky she is. お邪魔していい?サワが会いたいって言うから連れてきた。 ああ、この子がサワちゃんか。 見覚えありそう? とりあえず入ってもらおうか。 Indeed. それにしてもひどい目にあったね。思ったより元気そうでよかった。あんた遠くに入院してたから気軽にお見舞いにも行けなくてさ。ん?遠くに入院?君近くの病院にいたよね。ああ、ごめん。サワは知らなかったんだ。最後の2日くらいはこっちの病院にいたんだよ。シナノに1週間くらいいた後、転院してきたの。え?そうだったの?なんだ。じゃあ行けばよかった。 シナノって何?僕の知ってるシナノって言ったら観光地なんだけど、最初はそこの病院にいたのかな?トーマから無事らしいとは聞いてたけどさ。何しよう、私、血まみれのあんたを見ちゃってるじゃない?トーマには、あんたも動揺してるからしばらく芯に任せておけって言われたんだけど。もう、ほんと気が気じゃなくて。つまり、ミネだけじゃなくて、サワちゃんも現場にいたの? でもって、事故現場はシナノ?なんて言えば疑われずに話を引き出せるんだろう。ねえ、どうする? Yeah, that seems pretty safe. Tell me more about the accident. え? 詳しく話すほどのことは私も知らないけど。 ああ、そう。こいつ、事故の日の記憶がすっぽり抜け落ちてるみたいなんだよ。 Thank you, Toma. え? マジで? マジで。 怪我の状態もどうして事故にあったのかもいまいち分かってないみたい。 え? それ言っちゃうの? ああ、そういえば交通事故とかにあった後って、その… うん、それそれ。だからあの日のことは話通じないって思って。 なるほど。その説明ならみんなに知られても病院に行くほどじゃないって思ってもらえるね。 Indeed, Thomas not as dumb as he looks. シンもトーマもうまいこと言い訳考えるな。シンとかからも何にも聞いてないの? 記憶が混乱し始めたの、つい最近のことなんだよ。最初は分かってたんだけどね。それに、事故のこと、シンはあんまり話したがらないんじゃないかな。いや、そっか。でも、あんたは自分がどうなったのか気になるよね。よし、じゃあ私の知ってる範囲であの日のこと話すね。 私たち3人とシンとミネでシナノ旅行に行ったじゃない? うん、OKじゃなかったけど、今教えてもらったからOKになった! 2日目の夜に、あんたとどっか出かけてたはずのシンが一人で青い顔して帰ってきてさ、崖があるのに気づかずにふざけてて、あんたが落ちたって言うわけよ。暗くて下が見えないから、みんなで探してほしいって。 崖から落ちたんだ。 That is a pretty severe accident. 事故っていうからてっきり交通事故だと思ってたよ。それはちょっとした事件だね。それからはもう山荘にいた客が総出で大捜索よ。関係ない人まで手伝ってくれてね。崖下で倒れてるあんたが発見されて全員が戻ってくるまで1時間くらいかかったかな。あんた全身傷だらけで倒れてたんだって。 Sweet flashback. Shin, you came for me. I do speak. What? What? Oi! どうした? まためまいが来た。 大丈夫? めまい? っていうか今の発見された直後の記憶だよね。 きっと2人の話に刺激されたんだ。 どうしたの? なんか嫌なこと思い出した? So, Shin came to
to find me. え、やっぱりってなんで？あんたを見つけたのは一輝さんとケントさんって人だよ。Oh. どういうこと？誰それ？君聞き覚えある？あんた本当に混乱してるんだね。一輝さんたちのこと覚えてる？居合わせたお客さん。無関係なのに夜の森に飛び出してあんたのこと探してくれたんだよ。かっこいいよね。ちょっと待ってよ。それじゃあ今の記憶は何？シンが倒れてる君に声をかけてくれてたよね。これは別の時だとでも言うわけ？どうした？いっぺんに情報を詰め込まれて混乱した？あ、大丈夫？ごめん、いっぺんに話しすぎた？記憶がない人の相手なんかどうやってしていいかわかんないよ。 That's fair. 思い出してきてるとはいえ、君の記憶もまだ不安定ってことかな。それにしても、後から記憶が混乱するなんて本当にあるんだね。事故直後のあんたは必死にシンは悪くないって主張してたって聞いたけどね。警察はシンが故意に落としたんじゃないかって疑ってたみたいでさ。はあ？故意に落とした？疑ってたなんて、そんな大げさなもんじゃないよ。ちょっと事情聴取されただけ。シン自身がお前が落ちたのは自分のせいだって言ったからね。ああ、それは言ってたよね。君にも、君のお父さんにも。でも被害者のお前が間違いなく事故だって証言してるんだし、すぐ釈放されたよ。Well, that's good. Probably. いや、でもさ、すぐってほどすぐじゃなかったじゃない？ああ、そこは俺も曖昧なんだけど、聞いたところだと、二人の証言が微妙に食い違ってたとかなんとか。でも、そんなのよくあることだろ。事故直後で混乱してたんですさ。今なんかさらに混乱してるじゃない。Thanks. まあ、そりゃそうだよね。私なんか事故に遭わなくったって昼ご飯何食べたか忘れるし。さあ、それはまずいよ。今すぐ脳を活性化させた方がいい。Is Shen okay? 大丈夫だよ。お前がいきなり本当はシンに突き落とされたとか言い出さない限りね。じゃああの記憶は別の時の記憶ってことなのかな。でもそっか、そんな経緯でシンは君の怪我に責任を感じてるんだね。崖に気づかずにふざけてて落ちたって仕方ない話のような気がするけど、あんなに責任感じてるのに故意じゃないかなんてひどいこと考える人もいるもんだね。故意じゃないよね。君もそう思うよね。大丈夫、シンはああ見えて君のこと大事にしてるよ。崖から突き落としたりするわけない、うん、君の中にある記憶もきっとシンを信じる証拠になるはずだよね。 Alrighty friends, that's all for now. We'll see you next time.